次何にします？なんだ中村君か。はい、中村ですけど。あー目の保養はエナジー神様どうか野添さんをこのまま独身に。はい、でもちょっと残念な噂が。何？何ですか？野添さん新しい部署に異動になるかも。しかも新社屋。無理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 。まだ噂だから。じゃあ会えないじゃん。誰から聞いたんですか？失礼します。もうちょっと。ああいいよ。俺それで。あこれっすか？うん。飲みかけっすよ。ベリーなんちゃら。あいいよ。美味しそうじゃん。良くないですよ。お前こんなもん飲ませんな。度数高いだろ。あれ。野瀬さん、うん、そろそろお帰りになった方がいいですよ。でもまだ電車あるし、もうかなり酔ってるでしょ。ちょっと見ない隙にどんだけ飲んだんですか。いや、でも出ましょう。タクシー捕まえますから。いや、ほら、行きましょう。ちょ、気をつけてください。送ってきます。気をつけて。大丈夫ですか？ごめん。ありがとう。気をつけてください。うん。来ませんね、タクシー。うん。移動するって本当ですか？聞いたんだ。まだ正式に決まったわけじゃないけどね。駅近くなっていいですね。そうだね。やっぱり俺電車で帰るよ。足元ふらついてるのに危ないですよ。明日大野さんと会ってから出社するから、それまでよろしくね。わかりました。お気をつけて。すいません。これ、お渡しするの忘れてました。駅に着く前に振り出すかもしれませんから。わざわざ取ってきてくれたの？2本持ってるので気にしないでください。ありがとう。あのさ、じゃあ戻ります。本当、気をつけて帰ってくださいね。